ブリックか。何の用だ。何か良からぬことを企んでるんじゃないだろうな。なぜそう思うブラウンタウンが消えてなくなったからか。なぜそれを知ってるんだ囚人同士の会話が聞こえてきたんだ。デマだと思っていたが、今のお前の反応を見れば、その話は事実だったようだな。それが事実だとして。 お前はどうする気なんだゴルドはブラウン京都を粛清しないことを条件に、俺をこの塀の中に閉じ込めた。でもそのブラウン京都のほとんどが死んじまった。お前が外に出る気なら、王の騎士団を呼び、お前を殺してでも止めることになるぞ。難しい立場だな、フリック。知ってるだろう。今王国は、反ゴルド派の人間が年々増えていっている。お前が外に出れば、奴らが結束し、ゴルド王に反旗を翻しかねない。王はそれを危惧している。わかるだろう。 お前を絶対に外に出すわけにはいかないんだ。お前を出せば、俺たちの首もどうなるかわからない。安心しろ。ここで行きやすいようお前には良くしてもらった。他の奴らも嫌いじゃない。見殺しになんてできねえよ。それに、今更ここから出る気はない。アイビー、ありがとうな。全員に伝えろ。アイビーが外に出る気だ。